神会は七つに分かれているぞ。天竺に三つ、地の国三つ、その間に一つ、天国が神中かの三段、地獄地獄も神中かの三段中界の七つぞ。その一つ一つが、また七つに分かれているのぞ。その一つが、また七つずつに分かれているのぞ。今の世は地獄の二段目ぞ。まだ一段かあるぞ。一度はそこまで下がるのぞ。今一苦労あるとく、どう申してあることはそこまで落ちることぞ。地獄の三段目まで落ちたら、もう人の住めんところだから、悪魔と神ばかりの世にばかりなるのぞ。この世は人間に任しているのだから、人間の心次第ぞ。しかし、今の臣民のような腐った臣民ではないぞ。いつも神のかかっている臣民ぞ。神狩りとすぐわかる神狩りではなく、腹の底にしっくりと静まっている臣民ぞ。それが人間の真の姿ぞ。いよいよ地獄の三段目に入るから、その覚悟でいてくれよ。地獄の三段目に入ることの表は、一番の天国に譲ることぞ。神の誠の姿と悪の未来蓮様と、はっきり出てくるのぞ。神と獣と分けると申してあるのはこのことぞ。何事も選択第一。8月の18日神の一二神。